どうも、レオナです。今週もララキャンプ始まります。今日はですね、以前お花見キャンプでやってきた成田犬牧場ファミリーオートキャンプ場に再びやってきたんですけども、今日はデイキャンです。はい、はい、デイキャンなんですけど、目的があってやってきました。本日タープを購入いたしました。ということで、試し張りと練習も兼ねてデイキャンをやりたいと思います。購入したタープの紹介と、いろんなねバリエーションでどう張れるのかみたいな特徴をちょっとレビューも兼ねて初張りをしたいと思います。初張りっていうのかな、多分。どうなのね、タープ初下ろしをしたいと思います。この動画はそのタープの紹介っていう感じにしたいと思っているんですけども、この後お昼ご飯とかもちゃんと作って食べようと思ってるので、その様子はまた次回お届けしたいと思いますので、ぜひあのタープ新しいの欲しいなとか、まだ持ってなくってどんなのがいいのかなとかある方がいたらですね、ぜひ参考にしてもらえたらと思っておりますので、今週もよろしくお願いします。ドン、今回私が購入した初タープはですね、こちらワックのヘキサタープ TC L サイズを買いました。憧れの PC、やっぱり焚き火を結構な確率でするので、うん、火の粉に強いやつっていうのと、その PC の方が日陰が濃いっていう風に聞いたので、うん、なので PC を選んでみました。ちょっと重みはあるし、サイズも L で大きいんですけど、でもゆったり使いたいっていうのと、居住空間なるべく広くしたかったので、こちらを選んでみました。色も可愛いですね。可愛い。でもね、結構重くて、私のテントくらいはある余裕で。で、今日はこれを貼っていきたいと思います。それではスタート。ではですね、まずちょっと中身を見てみましょう。よっ、オープン。すごくゆとりのある袋。ワックヘキサタープ TC-L 4から6人用 M はなんか1人から2人用って書いてあったから、ちょっとお気に入りしてみました。友達ともね、行きたいし。で、これが膜でタープで、でポールと、こちらがペグ、袋も全部 TC 素材だわ。ロープ白いですね。爽やか爽やか。で、ペグはこういうやつか。でも結構太いよ。そうだね、うん、結構重量もありますね。で、ポールはね、真っ黒なんだってね。真っ黒なんだってね。で、メインポールが2本、うん、太いやつと、 L サイズを買うと標準でサブポールが2本付いてる。ほう。だから全部でポールが4本。こっちに2本入ってるサブポール。これが多分サブポールで、こっちがメイン。強そうなやつでなった、ね、では初めてのマイタープを当ててみます。まずベーシックにメインポールを2本使ってきて、うん、貼る。はい、をやってみたいと思います。よし、広げます。これがついてた。そうだった、忘れてた。これ何かっていうと、これで小顔張りっていう、うん、テントの上、うん、に貼る貼り方、うん、とかもこれがあればできるんだって。へー。で、大体のタープって
これついてないの、買わなきゃいけないの、うん、で。これもついて、最強じゃない？付属品がめちゃくちゃ充実してて、だからこれを選んだんですよ。決め手になった大きい理由を、すっかり忘れてた。これが熱い、熱い、これでいいのかな、結び目ってまあいいのか。これ真ん中にしてかける、はい、足手をここに置いて、ここに置いて、これを45度、ここの下の子こんな感じ、うん、ペグ、こちらが我々のファーストパープルでございます。でかいっすね、でかいね余裕だわ。これは影ができましたね。失礼します。お、やっぱちょっと涼しいね。ね、まあ、一旦でもこれが、はい、多分一番ベーシックな貼り方、うんうん、なんだけど、ちょっと風の通りはちょっとだけ悪いじゃない、ここが低いから。確かに。で、うん、先ほどご紹介しました、はい、こちらのミキサトアップ L には、うん、サブポールがついてまして、うん、ここに立てると、うん、また違った形になるみたいなので、立てますか。じゃあこれただ立てるだけだよ、いいだもん。これを、めちゃくちゃ広いよ。そして風通りどうです？さっきよりは良いと思う。あ、本当だ ね、あ、来た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 、風来た。で、この張り方、この張り方だと、うん、ちなみにね、うん、雨の時とかに、あのこっちに雨が流れてくれるから。なるほど、いいらしいです。確かに、真ん中が高いから両サイドが低くて流れるってことか。流れるらしいです。いいですね。で、あともうワンパターンちょっとやってみたいのがあるって、やってるって、うん、どんな感じのやつですか？あの、よく、うん、ルクタタープでちょっと群幕っぽい貼り方、例えば隣にキャンパーの人がいる時とかに背を向ければプライバシーが割と保てますよみたいな、下側が壁っぽくなる
って、で片側が屋根になる。なるほど。やってみますか。やってみます。これも見て。こっちも見て。できた。壁バージョン。あ、なんかこれはこれでいいわ。おお。強風の時はやめた方がいいらしいけど、うん、ちょっと風避けたい時、うん、とか、あとこっち側に近くにお客さんがいるとかの時はこうやってやるといい。これいいね。いい。部屋感がめっちゃある。まあ、こっちはもちろん開放だけど。で、やっぱさ、このサイドをさ、がっつり上げるとさ、うん、広い。視界が広い。視界が広いね。できましたー。イエーイ。3パターン。3パターン。意外にでも、すんなりできたね。ね。そんなに難しくなかったかも。そうだね。ちょっとでもあのでかすぎな感じは否めないけど、ね、でもこれを余すことなく使えるように頑張ります。というわけでですね、やっぱねタープは必要。全然違うね。最高だね。またレベルアップ今回はですね、バックスタタープ禁止初張り動画となりました。これからですね、このタープいろんなところに連れて行きたいと思っています。ただなんか大きいから、これプラスうちらのテント一張りずつってなると、うん、まあまあ広いサイトじゃないと大変かもしれないなとかも思ったりもしますが、その辺はお天気とか季節とかあと場所に合わせて持ってったり持ってかなかったりみたいな感じでやろうかなと思っています。1個目のタープとしてはいろんなバリエーションで貼れたりとか、あと付属品もすごく充実してるから、とっても初心者の方にもおすすめだなと思いました。私たちでも割と迷わずに立てることができたし、そのアレンジもね、うん、あんまりなんかあれとかならずにできたし、そんなになんか難しくないなっていうふうにも思ったので、ひとまずタープ欲しいなっていうことにはおすすめかなと思いました。ということでこの後デイキャン楽しんでいきたいと思いますので、その様子は次週お届けしようと思うので見てもらえたら嬉しいです。ということで今週も最後まで見ていただきありがとうございました。そのタープいいねと思ってくださった方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。コメントを毎回一つ一つ読ませてもらってまして、それをやる気につなげてますので、ぜひコメントも寄せてもらえたら嬉しいです。ということで以上レオラとエンジェルでした。バイバーイ。